シリア人権監視団は、イギリスに拠点を置く、非政府組織である。シリア人権観測所とも呼ばれる。2011年1月に始まったシリア内戦において、反体制派からの情報を収集し、しばしば AP 通信、ロイターフランス通信社などの通信社に、国内の対立の現状や、反政府軍の話を提供している。また、アラブ社会の人権団体と協力し、 シリア各地にいる活動家の情報をもとに各種の統計を集計しているという。創設者、代表者はラミアブドル・ラーマン。シリア出身の彼は2000年にイギリスに移住、コベントリーのアパートに住んで洋服店を経営している。祖国のために何かをしたくて2006年にこの組織を作った。私はイギリスで生活している唯一の組織メンバーであり。 シリアエジプトトルコリビアに軍人、医師、反政府軍の投資など200人のボランティア通信員を要している。誰からも援助は受けていない。と述べている。フランス通信社はシリア人権監視団に対して無視できない情報源と評価する一方、同社主要特派員にはこの団体が信頼できない組織だということははっきりわかっているが、この世界は 競争が激しいから、我々はそれでも彼らの数字を流し続ける。と話す者もいるという。例えば、2012年5月25日、シリア西部ホムス近郊の放羅で108人が死亡した事件について、この団体は、最初、政府軍の砲撃により90人死亡と伝えていた。ところが、国際連合とアラブ連盟の委託を受けた。 監視員らが5月29日に確認したところ、犠牲者のほとんどはナた、カマ、ケンなどの刃物によって殺害されていたことがわかり、国連は同日、虐殺のあった地区が、反政府軍に掌握されていたことを明らかにした。ありがとうございます。